今回紹介するのは、2016年、世界の真実、という本です。いよいよアジアの冷戦は終結する。もちろん、敗者は中国だ。そして、日本は一人勝ち。変動する国際情勢を見誤るな。ロシア孤立、半島両国の終焉、中国経済崩壊、自由民主主義経済、 アベノミクス時代がついに到来これまでの政策そして現在進行形の改革が全世界的基調となりうる時代がついに来ましたやはり間違っていませんでした近頃まではドイツの一人勝ちとか言われておりましたが今やギリシャ問題や移民問題でお先真っ暗そして中国の一人負け大方の国民はこれで目が覚め そして理解したでしょう。手を引っ張ってくれるのは、アメリカ。足を引っ張るのは、半島両国と中国。国際情勢を見誤ると大変な結末になるということが理解できます。つくづく現政権で良かったと思います。政治評論家がよく言っています。前政権が続いていたならば、日本という国は消滅し、某国の諸国になっていたでしょうと読み応えあります。 おすすめです。めで以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。